はい、速報です。速報、超速報です。すいません。今、ちょっと出先で、ちょっと仕事終わらなかったんで、ちょっともう、外で見てます。はい。そしてもう、ちょっと編集する間もないですね、これ、あまり。はい。中谷正義選手、VS、吉野修一郎選手の、WBO アジアパシフィック、タイトルマッチ、日本最高峰の戦いです。はい。これ、結果が出ました。はい。今、終わりました。はい、中谷正義選手は20勝2敗 14KO の選手。この2敗というのはもう世界最高峰のロマチェンコとテオフィモロペスに負けた2敗です。世界を知ってる日本人最強のライト級と言われている選手です。はい、それに対して吉野修一郎選手、ここが元スーパーフェザー級世界チャンピオンの伊藤雅之選手を倒してこの舞台に来ました。吉野修一郎選手は15戦全勝 11KO の選手です。はい、この試合どうなったかというと、なんと、もう驚きでした。はい。6ラウンド、KO、吉野修一郎選手でした。勝ったのは。はい、これもうね、これ何が決め手かというと、やはり、吉野修一郎選手、ものすごい研究をしてました。はい。中谷正義選手の、距離を潰しましたね。はい、これリーチのある身長182センチある中谷正義選手、ま、中谷正義選手といえばもう長いリーチからジャブを打ち込んで相手を寄せ付けない、はい、それに対して吉野修一郎選手は175センチ、ま、小さい吉野選手がもう1ラウンドから低くしてダッキングをしながらどんどんプレッシャーをかけていく。そしてジャブと右のオーバーハンド、これ。はい。オーバーハンドが結構有効でしたね。オーバーハンドで当てていきます。はい。だからですよ、中谷正義選手も打ち合い上等の選手なんで、距離が短くても、中谷正義選手も引きません。はっきり言ってこれ、1、2、3ラウンド、どっちが取ったかもうわからないような感じでした。はい。ただ距離が取れなかった分、吉野選手の、作戦になっていく気がします。そしてなんとですよ、2ラウンドにバッティングがありました。吉野選手の低いんでやっぱり頭が中谷選手に当たってしまいます。これで結構腫れまして、これも結構勝敗分けたかもしれませんね。これ結構ダメージくるんですよ、バッティングって。はい、そしてそのまま吉野選手はどんどん前に出ます。中谷選手も打ちに行きます。はい。威力、パンチ力といったら中谷正義選手の方がやはり上ですね。そして5ラウンドに吉野選手がペースを上げていきます。そしてどんどん詰めていきます。そして打ち込んでいきますね。3発、4発。どんどん打ち込んでいき、なんとロープに追い詰めて連打。打ち込みに行きます。殴り合いです。はい。そして吉野選手がついに右フックで捉えました。中谷選手、1ダウン。おー、やばい。これは決まるかと思いきや、ゴングです。はい。うわー、これね、5ラウンドでもう大ダメージを与えましたね。はい。そして6ラウンド開始。もう中谷選手は、後がない。もう距離を取ってる暇なぞない。もう一発逆転を狙い、中谷選手も、もうこれ打ち合いに行きます。もう殴り合いです、これは。ここで吉野選手負けじと殴り合います。もうこれいかに研究していた吉野選手が殴り合いを制してダウンを取ります。そのままカンカンカンゴングです。はい、6ラウンド KO で吉野修一郎選手が勝ちました。いやー、これものすごい試合でしたね。これお互いに日本人でここまで苦戦した試合って初めてじゃないですか。いや、これすごかったですね。すごい面白かったです。中谷正義選手はおそらくこれ33歳、日本人にここで負けちゃうと引退なのかもしれませんね。ちょっとまだ発表して、これからでしょうが、ちょっとわかりません。吉野修一郎選手は WBO 世界9位につけてます。これランキングどこまで行くんですかね。一気にもう5位ぐらいまで行っちゃうんですかね。これ、次は吉野選手。もうアメリカ戦線ですよね。もうアジアで戦ってる時間などありません。
これ一気にアメリカ戦線ですって。吉野選手も、美佐子ジム。力のあるジムです。まあ、定見と仲のいいジムです。これ、世界の、どう絡むんですかね。やっぱり WBO の絡むんですかね。世界ランカーと一戦挟んで、世界、いやー、これでもね、ヘイニーなんですよ。ヘイニーもロマチェンコとやりますよね、次。これ、世界戦線ってなると、ちょっと組み込めるんですか？ちょっとわかりませんが、吉野選手の今後に期待していきましょう。はい、では、これ聞いていいねと思ってくれた方、チャンネル登録お願いします。はい、次の中谷潤人選手の試合も、ちょっとレポしていきます。はい。ということで、ありがとうございました。